こんにちは、佐々木です。本日は、メルカリ、儲かる商品仕入れのコツがわかりません。仕入れの方法を教えてください。というテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう。この動画を作成しようと思ったきっかけは、私のコンサルセが、商品仕入れができないという悩みを聞いて作成しました。 商品を仕入れる際の考えとして、カメラに関しては、安く仕入れることかは確かに非常に難しいのですが、商品を安く仕入れると考えないで、商品を高く売ると考えることができれば、商品を仕入れることができます。 私は商品をたくさん仕入れているのでカメラの商品を見たときに商品を高,高いとは見えないのですが初めての方や経験がない方は商品を高く売ることを念頭に考えて売ることができればそこそこの値段でも商品を仕入れて 商品を高く売ることができます。ですので、仕入れた商品ですね。商品を高く売ることを考えて仕入れていただければいいかと思います。ぜひ試してみてください。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマリヒマニュアル、プレゼントします。 なぜ10万円稼げるかを詳細に記載しています。ぜひ楽しみにしてください。登録したいにニックネームかスタンプをお願いします。よろしくお願いします。本日は最後まで見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。